神戸大学の渡辺選手にお越しいただきました。お疲れ様です。まずは本日の試合の感想をお聞かせください。そうですね、やっぱりオフェンスも3アンドアウトされて、ディフェンスもズルズルいかれて、まあ、自分たちのやりたいフットボールが、まあ、やりきれなかった、力が出しきれなかったというふうに感じてます。本日の試合は残念ながら敗れましたが、渡辺選手は2本のタッチダウンパスを上げました。今年も神戸大学のランニングバックのユニットが練習で意識していること、また目標がありましたら教えてください。はい、そうですね、やっぱり、RB としてキャリーする能力だけじゃなくて、キャッチであったりとかブロッキングであったりとか、まあ、そういう部分にもこだわってしっかり練習量を取って、日々取り組んでます。まだまだシーズン続きますが、チームとして取り組む課題、また次節以降の意気込みを教えてください。はい、そうですね、やっぱりまずキッキングで僕たちは相手を圧倒しないと、やっぱりフィールドポジションであったりとか、そういう部分で不利になってズルズルいかれるっていうのが、多いので、やっぱりキッキングっていう部分をもっとハードに激しく当たって集まってっていうのを、次節以降も、そうですね、取り組んでいきたいと思ってます。ありがとうございます。神戸大学の渡辺選手でした。